私は戦士、手加減は無用よ。奇跡の村のトキが偽物だった。だが彼女は諦めなかった。マミヤはレイと別れ、そしてついに本物のトキの居場所を突き止める。トキの居場所は鬼の鳴く町カサンドラ。虫一匹すら這い出ることもできない監獄の町。中にいるあらゆるものが死に支配された絶望の町。マミヤから情報を聞いたケンシロウは足早にカサンドラに向かう。マミヤは必死にその後を追った。北斗七星の脇に輝くあの星のようにひっそりとケンシロウを支えられれば、そんな思いを胸に秘めて。カエル、これは俺自身の問題だ。ケン。第3話、死の門を開けろ。私は戦う。死んでいった人たちのためにも。トキはカサンドラというところに捕らえられているの。甘く見たら怪我するわよ。甘く見たら怪我するわよ。甘く見たら怪我するわよ。私の相手じゃないわ。あの武器を奪えないものか。
カ、こっちに来んじゃねえ。カサンドラ、ここに時が。やっ
区長、ウィグリフの命は絶対、ここを通ることはできねえ。私は戦士、手加減は無用よ。この城門、開きそうもないわ。他に入れるところはないのかしら。待っていて、私が潜入して様子を見てくる。中から城門を開けてくれ。だが無理はするな。すぐに地獄行きにならないようにね。Yep.
カサンドラから脱走しようとは、いい度胸だ。俺、抵抗してみろ。生き延びてみろ。起動させれば扉が開くのね。
から侵入した。こっからが本番よ。
地を救うね。甘く見たら怪我するわよ。道があったのね。締める者を見逃すことはできない。わしの伝説に挑む女がいるとは。少子はい。
足のブーツに口づけをするのだ。そして死ぬがよと思って甘く見たのが不運だったわね。